ろいろな体験を重ねて、はい、この中に指を入れてもらったことにより、はい、やはり開発ができてですね、はい、こちらが重点的になってきたところ、はい、こういう、やっぱりね、立ち感ね、はい、挿入というものがかかってくると、はい、やっぱりそういうふうに立ち位置が変わってくる。栗は結構自前でなんとかいけるんだけど、自分でオナニーでもできるんだけど、中に入れるのはおもちゃではやっぱ入れてもらうっていうことがね必要なんだなってことなんだ、ね、指じゃなきゃダメ、指じゃなきゃダメ、動かないものを入れても全然、うん、刺激にならない未だね、ちょっとバギーな中に入れるオナニーを習得できずに、一人で解決できずに、この猫セクシャリティの今自分に非常にショックを受けておりまして、そうするとさっき言ってたそのセクサルファンタジーが変わってきた。私もいわゆる、でも自分変わってきましたよ。可愛い子、世の中的に可愛い子っていう、まあエビちゃんまではいかないけれども、エビニンな女の子好きではあったんだけども、を台湾の、うん、SHE の、うん、エラっていうボーイッシューなアイドルの子がいるんだけど、うん、もうその子に抱かれたりとか本当に思うようになってきて、 あとその時好きな人の性格が全然違ったりすると可愛いもする。それは相手に行こうかな。それはそうですね。はい先生、はい、質問、私ねすっごく真に持ってたんだけど、うん、立ち猫っていうのをあえて言わない、それは古い考え方だというふうに私たちの世代は言われていたので、いわゆるリバの方がリバって言葉になかったんですよ。リバが基本だから別にあえてリバーシブルっていうのは大体 B ラブから出た言葉だから、うん、そういう言葉もなくて、立ちとか猫とかそういうのはなくて、まあ、揶揄っていうかからかうような意味でズボ猫とかスカダチとかっていう言葉があったんだけど、スカートを履いたタチとか、うん、ズボンを履いた猫とかって言葉はあったんだけど、うん、基本は、まあ、対等っていうなんかこう思想的なものがあって、あ、思想なんです。思想なんじゃないかな。それはレズビアンだけとかじゃなくて、要は猫とかタチとか、私ね、ナチュラルボーンレズじゃないらしいのよ、うん、なかナチュラルボーンレズなんてそんな言葉がある。いや、この前ね友達とすごい深い会話をしていて、で私はすごい特殊だということが分かって、だってその第二次成長期にあってね、セクシャリティが分からないっておかしいじゃんって。そうですか、うんうん、いや、だって第二次成長期で何歳ぐらい、だから12歳ぐらいとかになってね、毛が生えてくる。で、対象が何になるかって言ったら、私は対象じゃなくて自分が気持ちいいことしか考えてなかったから、対象がなかったのよ。だから対象は男でも女でもなかった。で、オナニーが一番。そう、だからマスターベース、オナニストだったのね、うん。で、そこでごめん、質問に入るんだけど、うん、だから未だにわからないのは、タチですとみんな帰ってくるじゃない、よくああいうところでさ。タチって何をもってタチなのっていうのがわかる。私ね、でもね、猫って何をもって猫なの今やられるだけなんじゃないですか。だってさ、殴る自分がさ、違うよ。これ男子も聞きたいんだけど、みんなに聞きたい。誰にも聞いて、でも、ね、やりたいっていうさ思いだったわけ、うん、今までは、うん、でもね、やられたいっていう思いで、うん、どうやって相手に申し込むのって思うわけ。どっちかっていうと猫とか、どっちかっていうとタチとかっていうことで分けてんだと思うんだよね。私は意地でも猫やりませんって人はいないと思うしさ。いや、あのね、やってるうちに、うん、自分ではさ、これが絶対って分からないでしょ。だからあれこれやるじゃん、うん、ね、相手が変わった時に一番ね、うん、違うパターンやるじゃん。でも分かるのね、やると。ほら、あ、分かるのよ。いや、向き不向きはあると思うんだけど、うん、向き不向き。でもね、やっぱりね、だからある程度無理してやるんだけど、例えば立ち、でも、こうやって立ちとかいうふうに言えるようになるまでには分からないじゃん、自分でも。本当にそうかと。だから、まあね、違うかもしれないね、うん、でみんなも言わない時代だったし、うん、でやるじゃん、うん、やっぱりね、うん、合う、セックスが合うようになってくると分かるんだ、うん、分かる。あ、そのお互いのそのニーズが一致すればね、うん、9割たちと9割猫が一緒になれば、もちろんそれはまあほとんど 100% に近い確率で
役割分担するんだろうけども、だからね、どっちかっていうとね、自分の場合はね、だから触られるのが嫌だっていう感覚、つまり受け身になるのが、あの別にその人のことが好きやし、うん、ね、別に他の形で触れられるの嫌でも何でもないんだけど、そのセックスの時はやめてくれって感じ、うん、だからそれはもうなんかこう脳が言ってるって感じ、体ももちろんなんだけど、うん、それだけじゃなくて、うん、脳、セックスはそれはできませんみたいな、うん、脳が言ってて、うん、できるはずじゃないみたいに、うん、理性は言ってんだけど、うん、おかしいじゃんって自分で言ってんだけど、うん、やっぱりやめてくださいみたいな、うん、そういう感じでだんだん分かってくる。だから精神的な自分の歴史とかも性格とかも入ってくる、うん、だからはっきりだセックスだけ別にしてないっていうことですよね。そうだからはっきり言える人は、うん、最初から何か確信があってそういう嫌なことがあって言うか、ね、それともなんとなく思い込みで言ってるかどっちかのね。だから思い込みで言ってる人は後で変わる可能性もそれでもあるわけ だ,、ね、だけど何かその生理的っていうか何かその脳で神聖の何かがあるんだったらやっぱりそれは変わらないんだ。でももちろん無理はできる、いろんな振りもできるし感じた振りもできるし楽しんでる振りもできるし、でも本当に心から楽しむようになった時に、ああ今までとは違うって分かる。それでやっと確信を持てる。大好き言ってくれた。だから一人はいるの、立ちはね。だけど思い込みたちだったっていうことだったってことが分かる。今ニート界ではね、働いたら負けっていうのがあるらしいんだけど、ニート界では働いてしまったら負けっていうのが価値観があるらしいんだけども、ね、立ち猫界、立ち猫界でもあんのかな、そういったのは。立ちやったら負けとか。なんだろう。私猫だからもう立ちやったらもう死んじゃうとか、もう人間としてダメとかって、なんかそういう風なのがあるのかな。どうなんだろう。ああ一筋縄ではさ、行かないから、うん、これ言っちゃったらもう今日の会話終わりなんだけど、うん、そのケースバイケースで、うん、なんで手を叩くことなんだけど、ケースバイケースでその人と、まあそのフリーをしたりしなかったりっていうのはあると思うけども、もうよ本当に私は今回、その自分のこのクリからバギナに、その穴に行ったっていうだけで、こう何か生活スタイルも変わっていくっていう、こうなんか大きなものを感じていて、マンコ一つでこんなに人って変わるのみたいな。